こんにちは。私たちは射水市食生活改善推進員です。私たち食生活改善推進員は食会さんやヘルスメイトの愛称で親しまれ、私たちの健康は私たちの手で、元気で長生きのスローガンのもと、地域で食を通じた健康づくり活動を展開しています。今回は射水市食生活改善推進協議会大島支部の活動をご紹介します。私たちは健康寿命の延伸について学んだことを生かし、地域でさまざまな取り組みを実施しています。健康寿命とは、健康で日常生活が自立して生活できる期間のことです。平均寿命と健康寿命の差は不健康な期間を意味します。射水市の平均寿命、健康寿命はともに伸びていますが、元気で長生きできる健康寿命をさらに伸ばしたいですよね。健康寿命の延伸のためにはフレイル予防が重要です。フレイルとは、加齢とともに心身の活力が低下して生活障害、要介護状態などの危険性が高くなった状態を表します。要介護に移行するリスクが高い一方、適切なケアによって健常な状態へと戻ることが可能です。身体機能が低下して寝たきりにならないために、またいつまでも自立した生活を送るためには、フレイルの予防改善が大切です。フレイル予防には、栄養と運動、社会参加が重要です。1日3食をしっかり食べ、タンパク質やビタミン D、カルシウムを十分に摂取しましょう。タンパク質は肉、魚、卵、大豆製品、乳製品に多く含まれます。またしっかり食べるためには、お口の健康も大切です。食事の工夫と合わせて、ストレッチやウォーキング、簡単な筋トレを行い、筋力アップを図りましょう。大島支部では今年度より毎月2回のフレイル予防教室を開始しました。フレイル予防の3本柱、栄養、運動、社会参加を軸に、行ってみよう、一緒にやろう、通いの場を合言葉として、一人でも多くの地域の皆さんがフレイルを予防しながら元気に過ごしていただけるよう、みんなで始めようフレイル予防をテーマとして実施しています。開催日は毎月第2、第4火曜日の午後1時30分から、会場は大島コミュニティセンターです。教室ではフレイル予防の食事のお話や、自宅でもできる運動、脳トレ、リズム体操などを行っています。タオルを使って上半身を伸ばすストレッチで体をほぐし、椅子を使って足の筋力を強化する運動や、骨盤底筋を鍛える運動など、種類は様々です。回を重ねるごとに、以前と比べて筋力がついていることが実感できます。頭の運動として、ことわざや強度にちなんだ問題で脳トレをしたり、皆さんが知っている曲に合わせてリズム体操をしたり、全身を使って楽しく運動しています。今年度の6月からスタートして8ヶ月が経ちました。筋トレ、脳トレ、おしゃべりと、毎回ワイワイガヤガヤ楽しみながら、今後も健康の輪を広げていきたいと思います。射水市食生活改善推進協議会では、感染予防対策を実施しながら地域で活動しています。皆さん、食育や健康づくりに興味のある方は、ぜひお近くのヘルスメイトに声をかけてくださいね。射水市食生活改善推進協議会でした。